はい、どうも、こんにちは、木戸です。前回は、カエルを繁殖して、オタマジャクシを生み出したところまでだったかな。あれ、オタマ、おらん。お、オタマジャクシが卒業してる。カエルになってる。まあ、このカエルたちは、自由に生きてもらおうかな 田舎あるあるだけど、まあ普通にカエルがね、道端ピョンピョンしてるっていう。この辺のカエルたちにはもうちょっと自由に生きてもらうということで。で、今度どうしようっていうことを考えてたんよ、確か。あ、久しぶりすぎてね。久しぶりすぎて。久しぶりっつってもね、やるの一週間ぶりぐらいか。ちょっと、何をしようと思ってたっけって感じなんだけど。でも多分、確かね、ここを埋めたいなと。ここを埋めるか、そうだ。この辺で見つかった村、開拓するか、どうしようみたいな。ことを考えてたかな。この動物園の村から東に向かって線路がないから、東向きで道を作りたいんだけど、でも、地図上の、だいぶ隅っこだ、こっち側に寄ってるから、ちょっとこっちで、この辺で村がないかを、探しに行くかな。額縁をチャージしよう。額縁7個あればとりあえずいいかな。ダブってる地図は何？ 64。これどこだ？あ、これかな？これは、今はいいや。とりあえず、現在地の地図。現在地が、現在地これで、その隣、左に持ってるやつで、その隣を作りたいんよな。OK。これはどこ？これここか。よし、じゃあ、こんな感じで。いきますか。食料あるっけ？食料がちょっと心配。あ、エメラルド持ってますね。お肉屋さん、いたいた。よし。ああ、で、白紙の地図じゃない。白紙の普通の紙も持ってっときたいな。よし。紙もこんだけ持ってっとけば安心かな。額縁ある。よし。
とりあえず現在地から東に向けてまっすぐ。最近ね、まあ投球数の中でも割と落ちが表で頑張ってるんよね。っていうかもうめちゃくちゃ頑張りまくってるんじゃねっていうぐらい地位が結構出てて、今までってやっぱ3年ぐらい前までかなは、地位がこう冬場に表に出てる時間って何日あるってレベルだったから、ほんと全然出れなくなってたから、それを考えると最近、まあ、ちょっとしんどいけど出てるっていうのは大進歩だなっていう。まあ、なんで俺もあんまりね、こう、タバコ吸いに出してとか、あんまり言わんようにはしてる。たまに言うけど。なんか、チーがたまにこう察して、俺のタバコ吸いたさを察して、あっくんちょっとで、ちょっとだけ出てっつって譲ってくれるみたいなのはあるんだけど、まあでも俺もあんまり出ないようにしてるから、どうしてもね、このマイクラのストックがガンガン消費されていくんよね。気づけばなんかもう後がねえみたいな。お、イルカのご加護。まあ別に後がないからどうってこともないんだけど。今週3か。週3で動画上がってるけど、まあ別にそれが週2に減ったり、週1になったりしたところで多分、特に何が変わるってこともないんよね。あ、まあ微妙に収益が変わってくるのかもしんないけど。こんなのでも見てくださる方がいるからね。ありがたいことに。でもなんかもう単純に俺の個人的な気持ちとして、なんかこの週3定期を外したくないっていうのがあるね。ちょっと作業班の気持ちが分かったかもしれん。あと半分もうちょいって感じかな。あ、めっちゃお花咲いてる。ボートの操作が難しくね。この動画が上がってる頃は多分もういくつ寝るとお正月っていう、それくらいかな。忙しい人が多いのかな。だから、あ、でも学生さんとかは冬休みに突入するのか。いいよね、冬休み。夏休みの長い休みっていうのもいいけど、
冬休みぐらいの、なんかちょっと長めの連休みたいな。だいたい2週間とかそれくらいじゃないっけ。もっと海底神殿は避けたい。呪われたくない。この距離で呪われるはないか。大丈夫か。夜になったから寝ときたいな。どっか適当なとこで。まあ、今年は実家には戻らないという。京都で暮らしてからもうだいぶ経つけど、だいぶ経つって言っても、4、5、5年目ぐらいかな、今。毎年、盆と正月には実家帰省っていうのが当たり前って感じだったけど、今年は、もうしんどいんで、ちょっと帰れませんっつって、諦めたね。なんか、もし実家に帰ってくるんだったら、車で迎えに行くっつって母ちゃんが言ってくれてたんだけど、俺、実家戻っても、くたばってて、こう、家事とかも、まあ、普段と違う環境になっちゃうからね。それで、ひいひいなるなぁと思って、断ったんすよ。さあ、マップが移動した。そろそろ白紙の地図を用意。実家に帰るメリットはね、やっぱりクリスマスとか正月とかのイベントをエンジョイできるっていうとこだね。どっか陸地ねえかな。まあいいや、とりあえず、新しい地図作ろう。青一色。ちょっと、あの辺でいいや。作業台を作って、ちょっと地図を縮小したいんよね。作業台。地図。あれ、どれだ？これか。違う、に、こ、持ってるやつだ。これを、よし。どっちに向けて進めばいいんだ？待って、マジでどっち向きに進めばいい？これが西向きか？これ西向きだな。じゃあちょっと北向きに上がっていこう。こっちのマップも海多そうだな。
実家も踊らんって決めると今度はすごい実家帰りたくなってくるね。おせちが食べたい。正月料理が食いたい。でも彼氏がね、あんまりそういうイベント好きじゃないから。なんかこの話前にもした気がするな。俺は京都にいる限りイベントをエンジョイしきれんのよ。お、なんか遺跡っぽいのがあるぞ。なんだこれは、爆破された跡か。ここで何が起きたんや。チェストがない。あ、あった。あったけど何もない。これもしかして俺が行ったってこと？今、動物園の村にある地図が、あれで全部なはずだけど、これもしかして、実は他に作ってあったりすんのかな？村とかあれば助かるんだが、この辺で。このマップ左下ぐらいで村が欲しい。わあ、雪山か。とりあえず見渡す限り村はないかな。雪山抜けたら今度は岩山っすね。去年の今頃とか、もう完全にジンさんのぼっちターンだったよな。あそこから一気に調子崩したっていうか、まあ別に人さん的にもそんなつもりはなかったろうけど。一応始まりはあそこだったとして、まさかこんな大変な目に遭うとは思ってなかったよね。俺も誰も思ってなかった事態に直面している。
ジンさんももう二度と表に出るかっつって言ってたけど、まあ、最近タバコ吸いに出てたりとかするようになったし、まあ、あんまりひどいトラウマを 作らずに済んでよかった。いや、トラウマにはなったかもしれんけど、まあ、それでこう、表に対してのビビり感が強まらんかったのは良かったっすね。いや、マジ、一年経った気がしないんよな。ただでさえね、日頃表に出てる時間限られるってんで、こう、時間経過の感覚がないんだけど。仁さんのターンから一年が過ぎましたっていうのが、全然実感わかん。俺のターンは正月明けぐらいだったっけ？確か正月明けから3週間ぐらい。1ヶ月もなかった気がするな。まあ、俺のターンはね、気ままに楽しくやってたって感じだけど。今度は、頭皮だっけ？頭皮の木の森。塗らねえかな。見晴らしが悪い。これで、とりあえず北まで行けたな。隅っこ埋めたい。よし。じゃあ今度は東に向かって。行きましょう。できるだけこのマップの左側で村を滅びかけでもいいから、動物園の村に近いところで村を発見したい。なんかかくついてるような気がするけど、大丈夫？パソコンさん最近謎の強制再起動がかかるから、心配ないよな。
おう、ちょっとダメージが入りすぎてる。森の洋館とか、ああいうのも気になってるのよな。まだ行ったことがない。行ってもヴィンディケーター戦うだけなんだけど。村らしきもの、ないっすね。この苔の生えた石がいっぱいあるのは、これは何なんだろう。ここずっと森かな。お、ワンコがいっぱいいる。お、森を抜けました。森を抜けたから、ちょっとボートボート。よし、このまま今回はマップの右端まで行ったぐらいで終わりかな。いや、なんもないね。村が、このマップでどうしても村を見つけたい。これフラグになるのかな？そういうこと言ってると出ない。物欲センサー。まあ、このマップでいい感じの村が、発見できなかったとしたら、前回作ったマップで、前回、前々回作ってたマップで、滅んだ村を復興しますかね。滅んだ村復興しようような、なんかもう、そのまま滅んどいてくれみたいな立地だった気がすんよな。それか、もう全く何にもないところを更地にして、俺が一から村を作る。で、ちょうどこう、動物園からいい感じの距離のところに村を作る。あ、でもそっちの方がありな気がするな。ゼロから作る村。別に元からある村をしか、村ではないわけじゃないからね。俺が村にしたいところを村にしてしまえば、
それどうとでもなるような気はする。お、端っこ到着。まあ時計回りにね、ぐるぐるしていきますか。時間もちょうどいいぐらいだね。あー、ちょっと呪いの海底神殿からちょっと距離を置きたい。待って、マップが埋まってないよ。呪い覚悟で。お、よし、行けた。うーわ、出た、またジャングルだ。ジャングルね、今はもうお呼びじゃないんよな。パンダゲットしちゃったから。あそこにも海底神殿がありますね。海底神殿多すぎん。いやでもこの上通んないとマップが埋まんない。まあいいや、呪われても。マップが埋まってないよ。いて。ちょっと寝るか。夜になっちゃうので、一回上陸して寝ます。なんかくるくるしてる。さて、マップはまあそこそこ順調に埋まったかな。そこそこ順調に埋まったけど、まだ埋め始めたばっか。うおー、呪われた。ちょっと油断してた。まだ一周もできてないんでね。とりあえず、しっかり地図埋めをこなしていきたいと思います。この魚かわいいな。というわけで本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。